そしてお風呂上がりということでですねちょっとあのいつもより離れ気味で配信しています。もっと話そうおニューのパジャマ、これおニューですよ。真っ黒ジェラピケパジャマ、イエーイ。ジェラピケで黒いのってめっちゃ珍しいですよね。もうもこもこ、靴下もズボンも全部真っ黒。なんか中の T シャツはグレーみたいな超素材のいいあれね、 T シャツみたいなやつ。あ、そうです、ファンの方にいただきました、ありがとうございますじゃあキャッチフレーズします。はい、48グループ1のいろじろ AKB48 チーム8チーム4県人の長野セリカです。セリカって呼んでください。セリカよろしくお願いします。髪を切って、もう今はなんかお風呂上がりでね、髪も気が抜けていますけれども、本当に復活しまして、あのだいぶ髪質というものがですねマシになってよかったですこの毛先が好きです。ツンってしてる。モリカちゃん部分ないですか。はい、もう博報堂のメイクブラシみたいな感じの毛質になりましたん？台風ですか。風が強くて怖いです。嬉しい、今の髪の長さがベストかも、似合ってるって。やったー、やったねー、やったね、やったね。いや本当に人生で一番短いです、今。でもなんか外羽が似合うカットらしい、これは。本当は外羽が一番綺麗に仕上がるらしいんですけれども、まあちょっと自分でこの長さね、外羽できないんで、今ちょっと練習しないといけないのでできてないんですけど、まあはい、外羽いっぱい。窓飛んでいくかと思った。そう、外羽だから、これからも外羽をいっぱいすると思います。
ママの評価、ああ良さげでしたよ。はい、風、そう強風がすごくて、大雪警報、気圧配置は成功とて、典型的な冬の出来事何も君を好きでいるのに、季節が過ぎて夏になったら君の機嫌も変わるかな、どんな晴れてても心は動いてる、低気圧とか高気圧とか主張したって始まらない、思いやることで素敵な日になるね、わかる。最近ね、ニュースで成功到底って言いますよね。強風がすごくて大変。今日雨降ってたしね。明日もすごく寒い。マジか。雪降ってる。もう最近寒すぎてダウンが必須。ヒートテックも必須。何か寒さに弱そう。確かにあんまりでも好きじゃない。来週クリスマスだよね。早インスタあったかそうだったね。はい、ダウンあったかいんです。あのダウンがバケハも可愛かった。そう、バケハね、そう、バケハっていうかもう帽子をずっと探してて、でママと買い物に行ったんですけど、お買い物に、でその時にモコモコのバケハを見つけてかぶったんですね。で色がオレンジしかなくて、あーオレンジかってなって、じゃあもうちょっと違うお店で探そうってなって、なんかいろいろ見てたら全然モコモコじゃないけど結構好きな感じのバケハを見つけてしまい、それを買いました。お気に入りです。タッタダーン、タダーン、タダーン。そうなの、オレンジも可愛かった、めっちゃ。でも私オレンジの服とか持ってないし、買ったことないんで、かぶらなそうと思って。そうなの、ニット帽とかもかぶってみましたよ。中野家はニット帽が似合わない人たちの集まりなんですけど、あのね、本当にね、かぶってみたけどめっちゃ前髪潰れるからやめた。
1月の12、13のエイトライブも、2月の5、6の AKB ライブも全てチケット当たりました。おお、おめでとうございます。おめおめ、楽しみですね、コンサート。皆さんはどうですか、これそうですか。まあ1月は平日っていうこともあるので、どうなんでしょうか。お、全部行くだって。諦めました。あー、そうですよね、お仕事の方はやっぱ平日はね、そうなんですよね。あ、陸泡以外行く、おー楽しみ。ていうか、そう、コンサートは久しぶりな気がしますね。レッスンもそろそろ始まってきますが、楽しみですね。急にたくさん決まって嬉しいね。なんかこの年末年始ってちょっといろいろイベントとかね、増えますよね。嬉しい、私も。私はもうお風呂に入ってもう寝るだけみたいな感じで、完全にオフモードすぎて、今日はだいぶ真顔配信ですけれども、よろしくお願いします。はい、ストレッチもマッサージも全部終わりました。あとは歯磨きをして寝るだけです。ワクワクロケの日は少し寝たから、あ、そう、この前ワクワク編集部のロケにね、行ってきました。めっちゃ移動やばかったな。めっちゃ楽しかったです。いや本当に、あの、ネタバレなのかあんま言えないんですけど、今回のアクティビティって言えるのか分かんないですけど、今回はなんかめっちゃ聞いた時に、やること聞いた時におーってなったんですけど、え、大丈夫かなみたいな感じになったね。ですが、とっても楽しかったです。あ、そう、筋肉痛にはならなかった。意外となるかなと思ったけど、ならなかったです。でも、もうとりあえず楽しかったですね。もかもか、そうなんだ。そうです、なんか、そうそうなのよ、体を使うって珍しいよね。私本当にもう小学校とか学生の時から運動とか休み時間とかに体を動かすとか、なんかそういうアクティブな感じのことを避けてきてた人なんですね。なんか普通にみんなで山登りっていうか、ちょっと高台にある公園とか行きましょうみたいになっても、なんかめっちゃ、なんだろう、ちょっと
上を階段というか、なんだろうね、 木と落ち葉のところを登っていかないといけないみたいなところとかもめっちゃ避けてきてたんですね。もうそういうの嫌だと思ってで、なんかでも唯一体を動かすっていうのはダンスぐらいだったんです。ダンシングね、ダンシングして体を動かしてたんで、まあ良かったんですけど、なんか本当にドッジボールとか体育の授業は授業でやらないといけないから一応やってましたけど、でも本当にやらなくていいなら本当にやりたくないって感じだったんです、そういう体を動かすのは。でもあの本当にこういう和歌山のロケでアクティビティという機会をいただけて、私は本当にあの光栄ですあの絶対にこういう機会がないと絶対にしないんで、アクティブとかアクティビティみたいな。なので本当にいい経験だなと思うし、やっぱやるたびになんか楽しいなって結局思っちゃうんで、私結構アクティブな感じのやつ好きかもしれない、アクティビティボルダリング一度諦めたの、笑った。いやあれは諦める、一回一回諦めて、あのボルダリングやったんですけど、なんか届かなくてちょっと手も痛かったし諦めたんです、一回。でももう一回やったらいけたんで大丈夫あれはちょっと身の危険を感じたね。っていうね、今回もどんな風に映ってるかちょっと心配ではあるよね真顔かも結構マスクしてるからね、ちょっとあれだけど、でもめっちゃ今回もめっちゃ景色良かったし楽しくできました。はい、じゃあとは、そう、ちょ、あのね、イヤホンめっちゃ話変わるんですけど、なんか大阪和歌山でお仕事終わった後にそのまま実家に帰りまして、その時にイヤホンを見つけたんです。線付きイヤホン、なんかカラオケ配信できるかなと思って線付きのイヤホン持って帰ってきたんですので、なんかママにもらったんで、そうだからカラオケ配信ができます。でもカラオケ配信ってどうやってやるんでしたっけ。いやー風が強くて怖い。怖すぎ。ちょ、今は夜遅すぎてさすがに歌えないんで無理なんですけど、まあ気が向いたらやりたいと思います。はい、ねー、でも何歌えるっけ、カラオケ配信って何でも歌えますっけ。なんかでも AKB の曲は歌え、それは歌えますけど AKB なんか
曲、楽曲リストみたいなのないんですかね。これ歌えますみたいな。48グループ系はいいんですよね。あ、乃木坂さんも OK なんだ。へー、歌ってみれば分かるよ、きっと。確かに。ちょっと使い方調べてみてちょっと考えますね。でも一回やったことあるんですよ、カラオケ配信。でも何年も前のことだから忘れちゃったですね。今日はとりあえず10時くらいにはランキングを読もうかなって思っています。お話が持てば。せいちゃん髪色似合ってね。こちらはですね、キャラメルベージュっていう色ですね。キャラメルベージュ、大丈夫？風強くてなんか飛んできそうなんですけど、大丈夫？んー、何かわいい、お手紙飛んできた。かわいい。風で揺れてる気がする。聞こえるよね、みんなこの音。あ、聞こえる？ですよね。こんな冬ってこんな風強かったっけ。今日が特に天気が悪いのかな。今日の夜から明日はやばいよなって、眠くて視界がぼやけるやばすぎ。眠い。こう自分でこうやって揺れてるから、自分が催眠術みたいになって自分でこう眠くなっていくんですよね。やばすぎ。週末のご予定は？私はショールームする。週末ショールームイエーイ。あ、っていうか、あの大掃除っていうか、あのね、あの大掃除っていうか、お部屋のお片付け頑張ったんです今日。そうです。なんかちょうどいい、なんかね、
年末はバタバタしそうじゃないですか、なんかわかんないけど、だから今のうちにと思ってお片付けを頑張りました。でも結構毎日掃除っていうかちょっとずつしてるんで、そんなにめっちゃやるみたいなとかないんですけど、そうないんだけど、ちょっと整理整頓というかをしましたね。今日はお風呂にリラーからもらったバスソルトを入れました。そしたらめっちゃあったかくなりました。私もあくび出たね。なんか私めっちゃ人の誰かがあくびしたら絶対にうつる。それかフランフランじゃなくてコストコとかイケアは好き。好きです、好きです。あまり行く機会は少ないけど好きです。たまに行きます。たまに行ったら可愛いなと思う。コストコもたまに行きます。コストコのスライスチーズ美味しい気がする。でもそんな大量買いはしないかもしれない、食べきれないんで。うん、楽しい。コストコね、コストコはなんか友達に結構連れて行ってもらえますね。私は本当にやばい、オフすぎて。ちょっとちゃんとしますね。と言ってもあんま話すこともないんですけど、何話そうかな。本当に今寝そうだったの、私危なかった。眠いのは通常運転でしょって。まあね、基本眠いからね。ちかっぱさんの話は終わったな。ああ、終わって言ったっけ。それかいつからショールームしてないっけね。ちかっぱさんもね、めっちゃ楽しかったね、福岡行って。話したよね、でも明太子買ったって。楽しかったです、めっちゃ。
地方イベントはやっぱね楽しいよねっていう。ていうか福岡でもショールームやったしね。お土産の話しか聞いてないねマジ。悟り良かった。確かに確かに確かに。セットリストも良かった。メロンジュースとかやったねー。明太子食べたんだ。そういえばめっちゃ美味しかった。イカ明太っていうやつも買ったんですけど、イカ明太もめっちゃ美味しかった。明太子は本当に美味しいよね。明太子STU の子が挨拶したがってたけどメイク中だから会えなかったとか。なんかそう、本番前に STU さんのお二人の方が挨拶してくださいました。なんか時間がなくてあんまりちゃんと話せなかったんですけど、お写真撮りました。明太子ポーズしてみて。明太子テンション上がってまいりましたってきて、そんなに。今日はもう眠いって決めてるんで、私多分珍しくゴールデンタイム寝ると思う。最近1時2時ですけど寝るの。マジで今日は日付変わる前に寝れそうですね。はい。ああ危ない危ない、もう視界がぼやけてもう安定もしなくなった。風も強いし早く寝よう。今日はね、セレメイでも驚異的に早かったし。そうなの、今日私寝るセレメイをね19時半ぐらいに送ったんですよ。で早いなって思ったんですけど、やっぱり思いました。皆さん、ああ泣ける。いや本当にそうなのよ、早いなと思ってたんですよ。本当にそうです。お風呂もめっちゃ早く入って爆笑。じゃあなんでかっていうと、
まあ、9時からショールームしたら多分10時ぐらいまでやるんで送れないんですよね、メールが。そう、メールってなっちゃうんで焦るんで、だからちょっと早めに送っちゃおうと思ったんですけど、私がタブレットとかで今配信してたらメールも今この場で書いて送れるけど、携帯でねやってるんで送れないんですよね。新しいタブレット早く欲しい。いつ買えるかな。配信用のタブレットが欲しい。明日も配信ありますか？あります。そういえばバッチコイに出るんですね。そう、バッチコイ出ます。いつだっけ？19日？あさって？に放送のやつに多分出ます。見てください。なんか東と西でバッチバチみたいな感じだったはず。楽しかった。明日何時からしよう。起きてメイクし終わったらやろうかなと思うんですけど、ここ道気になるかな。明日何時に起きるかな。でもカラオケ配信やってみたいなみたいな興味本位である。なんで夜ではないかな。夜はなんかご迷惑かけるの嫌なんで、ちょっとうるさいって言われたくないんで、言われたことないけど まあ、そんな言うほど聞こえないと思うんですけど、一応ね。そんなセリカって声量バグじゃないでしょ。そう、私強烈なぐらい声小さいんで、多分今も音量皆さんめっちゃ上げてると思う。声通らないし小さすぎて、今日は特に
そうなの。でもだからって私の声を大きくしようとは思わない、自分で喉疲れるから。扁桃腺が終わるのであまり声に負担をかけたくありませんが、でもなんかちゃんとイベントの時とかは声出すようにしてるんですよ。舞台の時とか。そんなことしてると風邪ひくんですけどね。声量が大きくなるトレーニングしようかな。無理やり大きい声を出さなくても大きい声が出るトレーニング。声張り上げて怒ったりすることあるの？ないです。私怒ったら黙るんで あ、今黙ってるって今は怒ってるんじゃなくてコメントを一生懸命読んでたんです、はい、怒ってないです。今は、今はっていうか今も確かに怒ったら黙るって言ったら黙ってる時いつも怒ってんのかなって言われちゃう。なわけないじゃないですか。全然送る理由もないしね。全然怒りませんふん。最近怒ったことなんかある？ないかな。って思うことは あるかもしれないけど、まあ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 そういうこともあるかなって最終的に終わる。最近ないですね。あんまないかな。大人やね。まあ確かに。なんかめっちゃなんか逆にね、逆に相手の人がもう全然知らない人とか全然関わりのない人とかでもなんか逆にそんなことで怒るっていう感じになる時がある。そういう感覚になることは多い。細かみたいな結構なんかってなる。そういうとこわかる。なんかすごい寛大な人とか見たらおーってなるけど、逆にね、そうなの。なんかなんでなんどこ例えがわかんないけど小さいなって思ってそう、
怒りはしないけどちょっと思っちゃうね。もっと穏やかに行こうよみたいなさ。そういう、タタンタンタタン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 タサンタさんでーす。晩ご飯何食べた？今日はネギ塩スープとチョレギサラダと白いご飯とレバニラもやし炒め食べました。美味しかったです。そう、スーパーでもう出来上がってるやつを買ったね。全部美味しかったね。うん、そうなの。サラダはちょっと食べようと思って、でも体冷えるからスープもいるなと思って、でなんかみんなになんかちゃんとおかず食べないとってよく言われるから、あ、おかず探そうと思って探してたら、なんかレバーニラって書いてて、レバーってなんか体にいいって聞いたことあるから、あ、じゃあこれにしようと思って食べた。美味しかった。で、味濃いで多分ご飯も食べたね、ちゃんと。うん、お皿に移して食べるの。はい。そう、鉄分。鉄分、そうそう、それそれ。お米はやっぱ少なめな。お米はなんかこのぐらいのサイズのもち麦ってやつ買ってる、いつも。でも今日なんかご飯売ってるの少なくて、種類がいつものやつなかったけど、でもいつももち麦を食べます。電子レンジでチンして。塩かけないで。塩はかけてない、大丈夫。んー、あー眠い。チーズフォンデュ美味しいよね。成果を見てるとたこ焼き食べたくなる。なんでー、バブ似合うね。嬉しい。
なんか本当に似合う似合わない別として本当に髪の毛がお人形さんの髪の毛だったんで、ちょっと大変、ケアも大変だったから、なんかすごく美容師さんに言われてからめっちゃ切りたくなったんですね。でメイクさんにもめった。だから良かったですね。でもこの髪型でなんかアレンジが多分少なくなっちゃうから、そう。どうしようかなって思いますね。髪のアレンジは。短いと巻くのも難しい。そう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 。本当これしかできない。これもドライヤーでやっただけだけど、アイロンすると首やけどしそうでさ。心配。アイロンで火傷したことある。あるある。よく指挟んじゃう。でも大丈夫、あるあるだから。短いと髪の毛すぐ乾く。まあそうですね、ちょっとだけ早くなった気もするけど、やっぱりブリーチしてる毛って乾きにくい気もする。なんかこの辺多分まだブリーチの毛なんですけど、この辺か、色の境目でわかる。このぐらい、この辺なんか全然乾かないです。あんまり髪の毛は耳にかけない方。耳にかけてるの可愛かったよ。耳にかける、その日の気分によるかもしれない。でも全然かけますね。外跳ね頻度が多くなりそう。はい、外跳ねばっかりすると思う、これからも引き続き。どのぐらいで髪の毛伸びるかな。なんか夏ぐらいにはポニーテールができるといいなって思っていて、まあ伸びていった毛がまた傷んでいってるは、高めツインテールとか言ってくる人いるんですけど、高めツインテールはそう、そもそもなんで切ったんだっけ。毛先がお人形さんだから。この理由でわかるか。毛先が本当に私の髪の毛じゃなかった。
エクステじゃないんですけど、好きな時に好きな髪型してな。ありがとう。なんか昔は黒髪ストレートが私の髪型みたいな感じだったけど、髪を染め出してでブリーチとかもしだしてから、もうどんな色に染めてもなんか何も言われなくなったよね。なんか昔は黒髪ストレートのセリカが良かったのにってよく髪型を変えるたびに言われてたけど、もう全然次は何色にするのみたいな、逆にそういう風に言ってくれる方が増えて、髪に関して何もね抵抗がなくなりまして、すごい変化だなって思いますね。まあそれは私が学生だったっていうこともあると思うんですけど、そう、そうですね。あ、22時回った。意外と早い気がする。ランキング読もうかな。こう1時間経ってやっと目が覚めてくるあたりね、これ何なんでしょうね、この現象は。30分前とか眠すぎてもう終わろうかなって考えたんですけど、でも音があるかどうかっていうとこ、延長するかしないか、なんか話題提供してください。ネイルカッチョエってきてる、かわいいでしょ。この色も結構好きです。話題はいつもない。そうなの、私本当に話の話題なくて困っちゃうね。ファンの皆さんがこうコメント、面白いコメントしてくれてやっと話が持つっていうタイプの人間なんで、なんか自分から今日はこんなことがあってあんなことがあって今日はこうでしたみたいなのをなんかあんまり、そうなのよ、言わないんでね、聞かれないと言わないみたいな。あのドラマの結末どう思った？え、日本沈没？見ました。2時間なんか、あー、まあそうだよなってなった。ドラマの結末的に見てない人がいたらネタバレになるからあんま言えないけど、あー、まあそっかって。でもマジで現実になったら本当にどうするんだろうって思うよね。怖すぎ。だってなんかネタバレになるからね、今とこ。ネタバレ気にしてね、こういう感想も全然ね言いにくい。原作と終わり方違うんだよ。あ、そうなんや。なんかそう、原作を見たことなくて、あるのは知ってたけど、だからなんか見たいと思った、今回を見て、今回をきっかけに。え、っていうか私マトリックス見たいんです。今日から公開されたマトリックスが見たくて、ちょっと近々映画館行きたいなと思ってる。もうマトリックスにコロナ
の自粛期間にハマって見たんですね。結構何話か何個か。そうだから見に行こうかなって思って。映画は1の続きらしいよ、ニットさんとは違う。へえー、そうなんや。どんなお話だっけね。こういうやつでしょ。有名なあの映画も見、なんか何個かね見たいのあったんですよ。ねえ、映画も見たいし、っていうかクリスマスの日にショールーム配信を司会前に、でもさ朝早いから多分私しないと思うんですよ。だからさ夜できたらしたいけどって感じ。できるかは分からない。でもやりたい。あとは年末ね、年末年越し配信するか、年越し前に配信して年明けてからすぐ配信するかっていうのも悩み中。年末のショールームスケジュールについて会議しよう。No、やる気あるね。そうでしょ、やる気あるんですよ。え、そうです。でもなんか思うんですよ、年越しに私の配信見たい人いるみたいな。だったら年越しは皆さん個人でやってもらって、その後ちょっと落ち着いてから配信した方がなんかいいんじゃないかなみたい思うんですよね。年越しに私の配信見る？みたいな。見たい。いや、みんなさんはここでは優しいから見たいって言うんですよ。実際のところどうなのみたいな。まあでも私は勝手にやっといて、見たくない人は見なかったらいいだけの話なんですけどね。悩むね。でもせっかくやからね、やりたいなと思うんですけど。年明けて初めて見るのがセリカなんて最高です。なんて優しいの皆さん。
そんな手可愛い。小顔ポーズ。皆さんが意外と見たいっていうコメントが今多かったので、ちょっとやる方向で考えようかな。あいーんあいーんって懐かしいよね。私あいーんってやる目覚まし時計みたいなの持ってた気がするなんでで乾杯ってしよう。楽しそう。ルネッサンス。私はお酒じゃなくて白湯。お酒はね、あんまね、飲まないですね、やっぱ。なんかその、例えばメンバーと、なんかちょっと、なんか、軽く飲んでみたみたいなことはあるんですけど、その、二十歳以上のメンバーでね。でも、本当に一人でも飲まないし、なんか、そう。全然ジュースの方が美味しいなと思って。そう。うん。田中明奈さん、クリスマスツリータワーありがとうございます。他にもたくさんのギフトありがとうございます。今お正月の話してるけど、まだクリスマスも来てなかったね。セリカを酔わせる企画、私本当に酔ったことなくて、なんかパパとかね、ママになんかセリカお酒で酔ったことないみたいな、飲む機会とかあっても何本か飲んだことあっても全然酔ったことないみたいな言ったら、なんかお酒の種類、例えばチューハイ飲んだ後にワインとか、ワイン飲んだ後に梅酒とか、そういう種類を違うのを飲むと酔いやすいから気をつけてって言われた。あ、なるほどと思って、そういうなんかそういうね、なんていうの、組み合わせっていうか、あれ飲んだ次にこれを飲むみたいなことをやってなくて、これこの種類のやつ飲んだらもうその種類の似たような味違うやつを飲んだりみたいなことはあるけど、確かに種類違いはあんまないわと思って、だからそう気をつけようと思ってめっちゃ勉強になったのよ。そう、酎ハイ以外は飲めるの。なんか飲めるっちゃ飲めるけどって感じ。イエーイ。じゃあね、そろそろ終わろうかな。
ランキング読んだらアフタートークちょっとして終わりますね。はい、ランキング読みます。13位、園田長崎アット九州また来てねさん、ありがとうございます。また行きます。12位、中心アット超大盛りうなとり丼せいちゃん今日もかわいいさん、ありがとうございます。書いてないけど。11位、ジョークスノーアットボブセリちゃん好きさん、ありがとうございます。書いてないけど。10位、中心アットセリちゃんの今日の夜ご飯のレバニラ炒め美味しそうだねさん、ありがとうございます。書いてないけど。9位、ジェームズドボンアットボブめっちゃ似合ってるよさん、ありがとうございます。嬉しい。8位、7番目のおっさんアット早くセリちゃんの公園行きたいさん、ありがとうございます。書いてないけど。7位、ラボーナアットモコモコパジャマかわいいねさん、ありがとうございます。書いてないけど。6位、ひであきアットセリちゃんさん、ありがとうございます。はい、そして5位、ひらぴアットと今日めっちゃ風強いねさん、ありがとうございます。書いてないけど。4位、アッツアット幸せリカセリカターン推しさん、ありがとうございます。わーい。3位、ジェイアットセリちゃんの今日の眠そうな顔面白かったですさん、ありがとうございます。書いてないけど。2位、淡路の黒ひょうアットお話し会用のおひげ物色中さん、ありがとうございます楽しみ。そして1位は田中明菜アット今日もセリちゃんの配信に癒されましたさん、ありがとうございます。書いてないけど。ということで田中明菜さんタワーもありがとうございました。ではアフタートークちょっとします。明日も配信しますので何時にしようかな、悩ましい。何時にしよう。お話し会の抽選しなきゃ。あ、ぜひぜひ。前回のお話し会からずっとひげ伸ばしてます。おー、いいですね。ももちゃんプロデュースのお酒買った。買ってない。飲んでみたい。この書いてないけどはいつからいつ頃から始めたの。めっちゃ前ですね。5年前ぐらいじゃない。5年間さ、私でも毎日配信してるわけじゃないけど5年間ぐらい書いてないけどって言ってんのやばいよね。普通に考えて明日何時でしょう。でも朝でもない。カラオケ配信するんだったら夜でもないんですよね。でもカラオケの配信しないんだったら夜の可能性もある。3時か4時か5時かな今のところ。ね、日曜日も配信できたらなと思ってて、日曜日は日中かなと思ってる。
みんななんか夕方の方が見やすそうな気もする。お昼ご飯もぐもぐ配信、あ、お昼でもいいね、確かに。悩む。でも私本当に明日いつでもいいんです、配信。起きる時間次第だから、朝はないんですけど。ね、難しい。決まったら知らせて。はい。カラオケ配信どうやってするか分からんから、ちょっと今押してみてもいい？これどうやってやんの？あ、これか、カラオケ。歌う曲選ぶ。何これ、どうやって選ぶの？これでさ、あーね、検索して、うわ、挨拶から始めようとかある。アイスな口づけ、あ、あいうえお順ね、まさかの。まあそうですよね、いっぱいある。お気に入りとかつけれますよ。すごー、こんな曲あったっけ、あのカラオケ配信できるの。事前に許可って今いらないの？わかんない、いらないんじゃない？なんかこのイヤホンでやるやつは大丈夫だと思う。ただなんかカラオケボックスとかのマイクのやつはいるはず。なんかめっちゃ許可あった。なんか歌ってほしい曲があったら、なんか755かインスタか DM かなんか言ってください。で、なんか歌いたい曲見つけたら明日歌うかも。いや、歌わないかもしれないけど、歌うかもしれないんで、よろしく。それじゃあね、そろそろ終わろうかな。みゆちゃんに聞けばわかるんじゃない？確かに、聞いてみよう、 LINE で。いつぐらいまでに決める？どうしよう。でもカラオケ配信するんだったら遅い時間は普通にできないんで、とりあえず明日の朝にはメールしたいなと思います。お昼か起きた時間に。ということで、でも明日だけじゃないんで、あのカラオケ明日限定とかじゃないんで、まあ、見えない方は後日ということでよろしく。それじゃあ今日もありがとうございました。バイバーイ。